犯罪現場緊急リポート。このコーナーでは県内で多発する犯罪の手口や背景、また啓発の取り組みについて取り上げ、防犯力の向上を目指していきます。スタジオには担当の野瀬記者です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まずはおととし2012年の滋賀の犯罪情勢ご覧ください。はいはい、こちら2012年滋賀の犯罪件数は 15,139 件で、前の年よりも1300件以上増え、増加率は 10% と全国ワースト1位の犯罪増加件となってしまいました。そして去年2013年ですが、こちら推移のグラフですね、薄いグレーの色が2012年のグラフになっています。2013年、去年はその2012年上回る勢いでどんどん犯罪が増えていっていました。ところが9月以降、突如としてこの、犯罪件数が減少に転じました。はい、結果増加数はおよそ300件、増加率 2% にまで抑えられたんです。はい、そこには県警の大胆な取り組みが大きく関係しているようです。官民一体となり自転車の鍵かけ徹底を呼びかけたロックデガード大作戦や、振り込め詐欺の送金手段に悪用されるレターパックについての販売店や購入者への注意喚起、また年末に増えやすい街頭犯罪を抑制するため県内すべての警察官パトカーを総動員した大規模パトロールなど、去年9月以降、滋賀県警はこれまでにない新たな取り組みを次々と展開しました。犯罪増加の歯止めともなったこれら取り組みの指揮を執ったのは、県警トップの山本正志本部長です。犯罪増加県という汚名返上に向け、2014年、滋賀県警が進める施策を伺いました。2014年、滋賀県警は特殊詐欺の撲滅を進めます。この2月を取り締まりの強化期間に定めまして、金融機関など関係業界のご協力もいただきまして、あらゆる手を打っていただきたい、と思ってます。金融機関で引き出された際に気づかれて、犯行に気づかれて届け出される方が非常に少ないという特徴がございまして、水際で食い止めるような努力をしていきたいと思ってます。また送金に悪用されやすいレターパックについても、引き続き購入者らへの注意喚起を強化していくとしています。2014年、滋賀県警は女性、子ども、高齢者を守る取り組みを進めます。去年全国的に相次いだストーカーによる凶悪事件や子どもを狙った犯罪など、県警でも重点課題として強化を図る方針です。わいせつであるとか痴漢であるとかは犯罪の発生地域が非常にエリアが限られていますので、まず犯人を捕まえるということが大切だと思っています。警察官の不足を補うような防犯カメラの普及促進を今年は大規模に進めていきたいと思っております。このほか県内すべての高齢者宅を警察官らが直接訪問し、防犯を呼びかける活動も計画しています。2014年、滋賀県警は全国トップクラスを目指し、滋賀の治安向上を進めます。現在全国でも犯罪件数が増えているのは滋賀を含めたった5件のみ、中でも滋賀の犯罪増加率は全国ワースト3位です。その大部分を占めているのが窃盗や詐欺、わいせつ犯などといった市民にとって身近な犯罪です。身の回りのものにはしっかりと鍵をかけていただく。夜道で携帯やスマホを使わないと。電話でお金の話が出ればもうこれは詐欺だと思っていただいて通報をいただければありがたいと思っております。市民に身近な犯罪は12月に引き続いて大きく減少しておりますので、このまま取り組みを続けていけば全国でもトップクラスの犯罪がない治安の良い県になれるのではないかと期待をしております。市民一人一人の小さな心がけと警察の大胆な取り組みが2014年滋賀の治安向上を進める鍵となりそうです。今年も警察はここまで県民のために頑張るのかというように気持ちを一つにして、市民の皆様のために頑張っていきたいと思っております。
はい、まあ、去年の暮れは街の中で多くの警察官やパトカーを目にして心強いなと思うと同時に身の引き締まる思いもありましたよね。そうですね。山本本部長、今年もやはり市民の目に見える形での取り組み進めていきたいと話していました。ぜひ今年の取り組みにも注目をしていただきたいと思います。はい、以上、犯罪現場緊急リポートでした。